はい、これから首都高速で最も危険と言われている浜川崎の出口について解説していきたいと思います。このまま右車線を走っていくんですが、この出口は高速道路の右側にある出口なんですね。今これで走っていくんですが、この時点でウインカー出します。もう出してますね。でブレーキランプをポンポンポンとポンピングブレーキを振りながら後ろに、減速する旨を伝えます。これ右ずっとこれ側壁があるんですが、いきなりこう出口になるわけですね。こうやって降りてきます。なんでこの構造が危ないのかというと、先ほど側壁が横にずっと見えてたと思うんですね。右のカーブの側壁です。でこちらですね。でこれだけ高い壁に囲まれて、しかも右のカーブです。でブラインドコーナーになってますので、コーナーの先に何があるのかっていうのが全くわからない構造になってるんですね。今こうやって出口に入るんですが、この出口というのはですね、午後の3時から夕方6時ぐらいにかけて非常にこれ混雑するんですね。つまり先ほどご覧いただいた壁に囲まれている全く先が見えない右カーブの先に渋滞が起きているということなんです。知らない人だと高速道路ですので 7,80 キロの速度をこう出して走っていますから、まあ、追突の原因になるわけですね。いきなり目の前に車が現れて追突するというような構造の道路になっているわけです。これはものすごく非常に危険でして、やっぱり事故っていうのが多いです。追突事故は非常に多いポイントですので、初めて首都高に乗られる方っていうのは、あらかじめ浜川崎どういうような出口になっているのかっていうのを確認しておく必要があると思います。でこの浜川崎なんですけど、入り口の方もひどくてですね、合流のレーンがほとんど大型1台分ぐらいの長さしかないんですね。だから大型でこう登っていくと加速も悪いし、一発で入らないと本当に接触追突事故の原因になる入り口になっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。